地点付近の歩道橋より、東方向を望む赤石通は、新潟県新潟市中央区の東大通一丁目地内の、東大通交差点から、道区赤石二丁目地内の栗の木標交差点に至る、バイパス道路である。国道7号、国道8号、国道17号の経路の一部となっている。新潟駅、モズ口を通る。 東大通の東大通交差点より、東港線と平行に走り、栗の目標交差点で栗の木バイパスに至る。以前の国道7号は、流作場後サロから万代町通りを経由し、沼水地区の一部を、クランク状に走破してから、沼水、東2丁目に至る経路であったが、赤市通の開通により、海老ヶ瀬方面への経路が直線化された。なお、赤市通は、 新潟国道工事事務所の最初の事業区間である。前線が東大通から続く国道7号の一部となっている。新潟市中心部から新潟県道3号新潟柴田村上線を通して東区や北区、柴田市方面に向かうバスが新潟県道5号新潟二立線を通して江南区や秋葉区、阿賀野市方面に向かうバスが多く通る。 新進バイパスの新潟市東部方面や亀田バイパスから新潟駅、モズ口に出る最短ルートの一部であり、平日であっても交通量も多い。赤石通という通称は道路北側の地名に由来する。写真集新潟国道30年の歩み19ページ。ありがとうございます。